2016年のオリンピック招致で大会の開催計画を盛り込んだ申請ファイルの提出が昨日締め切られたのを受けて、東京オリンピック招致委員会は今日東京の申請ファイルの内容を公表しました。コンセプトは The City is the Games、 都市全体がオリンピックです。申請ファイルは IOC 国際オリンピック委員会が提示した25の質問項目に答える形で作られ、 IOC が立候補都市を選ぶ判断材料になります。東京都は都市全体がオリンピックパークというコンセプトを掲げて、メインスタジアムから半径8キロ圏内に射撃とサッカーを除く全ての競技の施設を集めたコンパクトな会場配置をアピールしました。1964年の東京オリンピックで使われた施設が集まるヘリテッジゾーンと、開発が進み新しい東京を象徴する東京ベイゾーンに分け、その2つを結ぶ地点にメインスタジアムや選手村などの主要施設を配置しています。申請ファイルにはまた財政計画も盛り込まれました。招致にかかる費用は55億円と見込まれ、うち東京都は当初の計画の2倍にあたる31億円を負担するとしています。一方、大会の開催予算は全て民間資金で調達するとし、不足が生じた場合には東京都知事がそれを補填することを約束していると記されました。会見は日本語と英語の同時通訳で行われ、海外メディアの姿も見受けられました。さあ、2016年のオリンピック招致にはこちらですけれども、東京の他に6つの都市が名乗りを上げています。アメリカでの夏の開催が96年のアトランタ以来となりますシカゴ、そして3度目の挑戦で南米初のオリンピック開催を狙いますリオデジャネイロ、またスペインのマドリードが有力と見られています。 IOC は今後各都市から提出されました申請ファイルなどをもとに、6月の理事会で5都市程度に絞り込んで、来年10月の総会で開催都市を決定します。